さあ、始まりました。VWX どうもかけむです。よろしくお願いします。最初ですわ。バンククラッシュ。はい、ということで、しませんという本日の企画は特別企画。20秒間待機をして、スタートしなきゃいけないということで、20秒間最下位を取った、最下位の状態で、スタートを切らなきゃいけないっていうね。まあ、今回縛りやっていきたいと思います。こちらも結構人気企画で、まあ、いろんな方からね、まあ、結構、まあ、見ていただけるということで、本当にね、嬉しい企画でございます。さあ、という、このチャンネルは、私、夢を追い続ける男、かけえもんが、様々なゲームに挑戦するチャンネルでございます。チャンネル登録しない方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。ということで、頑張っていきましょう。さあ、という、頑張っていきたい。さあ、もう、特に20秒経ってるので、まあ、抜かしても、まあ、OK ということで、頑張っていきます。さあ、どこで使うか重要だね。さあ、OK。さあ、OK。今一人当てたのいいね。いい当て方した。さあ、うわー、おし、ナイス。これでかいんじゃない？めっちゃでかい。このテレサ来たタイミング今めっちゃでかいよ。さあ、ここあえて1個交換だな。 OK。よし、オッケー。さあ、大丈夫よ。さあ、落ち着いていこうね。よし、オッケー。さあ、サンダー振ってきてくれたら嬉しいけど。そ、オッケー。さあ、ここで逆転できちゃえ。いける？そ、オッケー。うわー、ミスった。さあ、でも大丈夫。オッケー、まあ、3位でゴールしたい。3位、やりました。よし、ナイス。さあ、取り戻していくよ。取り戻していく。はい、ということで、第2レースはマリオカートスタジアム。はい、ということで、まずね、スタートしません。ということで、まずは、ちゃんとキープしてスタートしていかなきゃいけません。さあ、ということでね、まずアイテムどんどんね使いたいですけれども、まあ、まずはね、まずキープし続けなきゃいけないんで。オッケー、はい、まあ大丈夫ですね。はい、オッケー、はい、というか、ここで解禁でございますね。さあ、ということで、まずね、アイテムどんどん駆使していきましょう。オッケー。さあ、大丈夫、落ち着いて。さあ、大丈夫。さあ、落ち着いて。さあ、まずね、さあ、頑張っていこう。さあ、使う人はまあここだね。よし、OK。さあ、ここでいきます。さあ、サンダー振ってくれたら嬉しいが、まあここはもうここでいくね。よし、OK。でも大丈夫、アイテム、そうね、ダブルアイテム取れたからいいよ。そ、OK、問題ない。オッケー、よし。さあ、オッケー、大丈夫だぜ。うわー、くそ、ミスったな。さあ、でも大丈夫。さあ、こっからが本番だぜ。まあまあ本番はまあいつもそうだけど。よし、オッケー。うわー、こんなんありかよ。そ、OK。 そ、OK。 さあ、行くしかないよ。8位。はい、ということで、第3レース記録はキャニオンです。セット。さあ、ということでね、そう、今度はリモコンのね電池が切れそうなんで、まあ、ちょっとこのレースだけでもちょっと持っていただきたいです。さあ、ということで、おっと、ミスってしまった。企画ミスるっていう最悪のパターン。さあ、ということで、まずね、はい、もう
ね、まあ後ろに戻りながらね、ちょっとちゃんとやっていきましょう。はい、というか、まあ、はい、20秒経ちました。はい。というか、まあ、20秒ね。まあ、再開ちょっとね、忘れちまいました。ほんと申し訳ございません。ですけどもね、ちゃんとね、頑張ってきますから、よろしくお願いします。すいません。間違いしました。さあ、まずはちょっとここでね、アイテムを、うわ、ミスった。まだ余裕。うわー、やる。バカなことすんじゃなかったわ。うわー、これ逆転できる。さあ、というのはここを使っていくしかないからね。さあ、こっから逆転できればマーリーに奇跡。せっくしかないよ。さあ、ここで逆転できるマジで奇跡だから。さあ、OK、 さあ大丈夫よ。さあ行くしかない。さあ、オッケー。さあ頼むよ。さあ頼む、キラー来てほしい。キラー3打だ、3打。うわー、ちょっとこれちょっとミスしたぞ。うわー、もう最初の時点でもうミスってたわ。わあ、ほんと申し訳ございません。はい、ということで第4レースはチェーズランドです。さあ、ということでね、もう間違えるわけにはいきませんから、はい、もうね、ちゃんとね、覚えておきますよ。20秒間最下位ですかね。はい、ちゃんと覚えておいていきますよ。はい、まずちゃんと覚えておきながらね、はい、いきます。はい、覚えておいて、はい、オッケー。はい、もう、はい、はい、もうここはもうみんな止まってるんでね、まあこれで、まあ、はい、もう20秒経ちました。はい、スタート。さあ行くしかないよ。うわー、スター使おうとしてた時によ。さあ行くしかないかね。はい、もう解禁されてますから、はい、問題ないです。はい、もう取り戻すよ。縛り中ね、レート下がってた分取り戻すよって言ってるのに、爆弾全く気に、ね、全くね、気づかなかった。わ、これえぐいぞ。そっけ。さあ大丈夫。そっけ。さあ大丈夫よ。うわー、ミスったわ。 OK、 はい、ここちゃんと正確に取ってね。さあ行くよ。はい、こっから逆転できれば、あ、めっちゃいいんじゃない。そっけよ。さあキラーは来ないか。まあでもいい。そうね。そっけ。さあここからはね、キラー来て。うわー、来ねえか。そっけ、あえてこっち行くわ。うわー、絶対あそこだろう。9位。うわー、そこでキラー使っときゃよかったわ。はい、ということで第5レースビッグブリーセット。さあ、というのまずね、はい、ちゃんと、はい、避けていただいて、はい、まずはね、はい、ちょっとね、頑張っていかなきゃいけない。はい、ということでまずね、どんどんアイテムを使っていきたい。さあ、これで20秒経過。はい、ここで再開解禁でございます。
さあ頑張っていこうね。はい、もう、わあコイン取れなかった。わあきつい。よし、オッケー。さあまずここ一回していくよ。さあオッケー、さあ行くしかない。さあちょっとこれは厳しいな。さあちょっとね、ここはね、もうちょっと次の相手が重要。さあキラーだな。さあどこですか、ここ使う。さあね、もうできればサンダー降ってきてほしいが、降るかな。オッケー、さあサンダー来いよ、頼む、キム。さあ次だ、この次。まあ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 問題でしょう。はい、もう使うよ。さあできればもう、そうね、いろいろ抜かしてほしい。さあ、うわーちょっと遅い気がすんな。6位、うわこれで6位、ある意味奇跡じゃね。うん、奇跡だ。よし、さあどんどん上げていくよ、こっからまた。はい、ということで第6レース、なんだったっけな、忘れちゃいました。なんだっけ、なんとかマンションスタート。さあということで、まずねアイテムをどんどん使っていきましょう。うわまただよ、またじゃん、最悪だよ。はい、もうよかったね、手前でよかったよ。さあということでね、はい、ここでスタートしましょう。はい、危なかったね、危なかったね。もうまただよ、こういうミスはもうしないでちょうだいね。はい、オッケー。さあ大丈夫、まあ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 、もう気にしないよ。はい、ここでまずキラー。もうなん、どうしたんだろう、最近ボケてんのかな俺、ほんと。さあということで、またミスすることになるとは思いませんでしたけども、さあちゃんとね、ここからまた逆転していきますからね。はい、もう大丈夫。 OK、 さあ大丈夫よ。さあね、こっから逆転して1位取れればいいですからね。さあ落ち着いていきましょうよ。はい、行け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 。セクシャンよ。さあちょっとこっからどう逆転していくか正直ポイントだ。さあちょっとね、まだサンダーはまあ来ないだろう。さあこっからが正念場だ。さあ次だね、次ね、次だ、次のこのアイテムが本当に重要なんだよな。さあそうだな、さあこれ使う。さあいいんじゃない。さあこれいいタイミングで削ったじゃないかこれ。いいね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 、そけよ。さあ次のアイテムが重要だが、うわーミスタージュニー、うわーもうまただよ。いやーもう良くないミスだよ。はい、ということで第7レースはマリオサーキット。さあもうね、20秒忘れとかね、もうやめてよ。はい、スタート。はい、ちゃんとね、はい、今回ちゃんと覚えてましたよ。さあできる限り、さあ行きますよ。はい、まずアイテムどんどん作っていく。はい、オッケー。さあ、スタートします。さあ、行くよ。まずアイテム獲得していこうね。
さあまずどんどんアイテム作っていこう。はい、オッケー。さあまずどんどん使って、はい、さあまず順位をどんどん抜かしていく必要がある。さあもうちょっと2度減りましてで、レートがちょっと下がり続けている。これはちょっと避けなければならない。さあいくよ。さあまずアイテムどんどん獲得していく。わあ、まあまあまあ、はい、ということでここ気をつけなきゃいけないからね。さあいくよ。さあちょっとここから逆転していきたい。さあいけるよ。さあ OK。 さあまずパクパクっていくよ。まあちょっとパクってっていうのはちょっと表現ちょっとダメだったけど、まあでもね、まあ大丈夫よ。はい、 OKOKOK。 はいはい、もうこれはもう絶対あそこに使うからね。はい、 OK。 いいよいいよ。さあちょっとまあみんなショートカットしてる出るの。あ、今2位。さあ1人、もう1人抜けるか。わあ抜けないけど2位。やりました。これでヘマした分は取り返せるか。よし。さあ次が重要だからね。